つ雲神。長い年月を経た鬼仏には魂が宿り、やがて変化する能力を得るという。リュックの中身から帯が消えてたしね。帯のつくも神と考えるのが普通でしょ。いかにも木々の爪かき本つづれ袋帯綾桜、そのつくも神キリハじゃ。近石千里と申します。この不可思議な状況は天そぎによるものだと、そういうことですね。鏡風邪はここか。うわあ、黒曜本さん、わざとじゃないんです。白山妙理大権現、くくり姫の狼にて荒らせられる。正気か、くくり。うん、一緒に戦おう。鏡風邪は裾払いを引き受けます。活躍大いに期待していますよ。倍の真意が衰えて難儀しとるところに、うってつけのつぐもも使いやからな。刀のつぐもも。名はスメラギスナオ、裾払いだ。鏡和也、お前に決闘を申し込め。はぁ、あ、姫、やつらに借りを返してやるぞ和也。うん、つぐももは大切なパートナーだ。道具と言い捨てる素直さんには負けられない。幼い頃から自分を鍛えて鍛えて鍛え抜いてきた。なのにあいつは。僕頑張るよ。勝負にも勝ち、キリハさんも守れ。今日はみんなに新しいクラスメートを紹介します。おびなキリハじゃ。よろしく。